連日熱戦が繰り広げられているパリ五輪。前回2021年東京大会でも、数々の印象に残る場面が生まれた。4年に一度の大舞台を盛り上げるべく、前回大会をプレーバックする。体操男子では32歳だったキングこと内村航平をまさかの出来事が襲った。五輪に連覇中だった個人総合での出場を回避し、種目別鉄棒に専念。 大技ブレトシュナイダーから3連続の離れ技を成功させた直後、ひねり技で手が離れてしまい、マットに落ちた。競技開始から25秒、内村の東京五輪は幕を閉じた。競技後、NHK のインタビューでは自身の悔しさよりも代表選考を共に戦った米倉に申し訳ない気持ちしか今はない。モード下座しますよ。それぐらい本当に申し訳ないですと話した。この発言を受け したの米倉栄心は当時のツイッターで、公平さんも一人の人間なんだなって思いましたと驚き、土下座はしなくてよいですからね。藁と投稿、内村のラスト五輪は仲間への謝罪で幕を閉じた。